こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちはと昼です。2017年の4月30日、今日もコーヒー飲んで元気いっぱいです。あとで外に行くよ。昼です。1時です。ドラゴンボールスーパーを見た後にまったりコーヒー飲んで今こんな感じです。昨日寝ぼけながら話したんだけどね、そのちょっと少し追加、あまりそのちゃんと覚えてないんだけど、なんかねいとこの話を親戚とか間違って言ってたような気がする。言ってた、多分いとこなのね。そのまあとにかく最初の話に戻します。俺がねコメント欄になんか、相談業っていうのが楽な道に進んでるようなことを書かれてました。でもね実際は相談業って言ったら利益も上がらないし、一人一人真剣に向き合っていくので、一日で言い方は変だけど、裁く、処理する、対応できる、解決できる。とにかく、そういう、まあ、言葉にすると、そう、なんか、冷たい感じになるけど、そんな感じのね、まあ、対応できる人数は数人に限られます。ということは、まあ、一日与えてもコンビニと同じぐらいです。一人も少ないです。コンビニよりも少ないです。なので、またそうしてほら自分が相談業って言ってたら、ああそうだそうなんですかとか聞いてて、聞いてるだけで、あと適当なこと言ってるだけで、そのお金をいただけるかというとそんなわけないですよね。あもうダメだこいつと思われた瞬間にもお金ほらもう次はなしで、そういう世界ですね。もう身一つだから誰も守ってくれないし、保険も何もないし、でクオリティが悪ければ俺の相談のレベルがね、相手が満足することがなければ、あこいつダメだと思った瞬間にもう仕事なんかなくなるわけですよ。そこにあえて突っ込んでいく理由はもう、もう何もできることがない。無理をしていくとできることもあります。例えば看護学校に入学するため勉学に励む。でもね、そこで俺は逃げようと思いました。どういうふうな逃げようかという意味かというと、先に予測できることはもう排除していく。リスク、例えば俺の目、この目は 0.01 から 0.02 です。かなりの近眼です。しかも目の中に、網膜に何かあるらしくて飛蚊症って言うんですけども、なんか目の前チラチラするものが見えます。だから俺これ以上勉強とかそういうことをして目を潰したくありません。もちろん勉強は世の中でしていかなきゃいけないんですが、本当に看護学校とかに行くための猛勉強となると数年がかりになります。なので目を潰したくないのでやめます。でトラック関係もなぜ嫌かというと、膝を潰したくないです。もう膝が完全に悪いのが分かってるのに、走り回る佐川急便とかヤマトとかもう嫌なんです。膝を潰す可能性が高いので。甘えてんじゃねえよとか思うかもしれませんが、目 0.02 っていう世界は裸眼でこのくらいです。このくらいの距離しか見えません。このくらいです。だから物を見るときは片目でしか見えません。だって両目で見るとこうなっちゃうから、逆に見づらいのでこうやって何かを見ることになります。そのくらい目が悪いんです。だから猛勉強しても、まずそもそも猛勉強んと小学生からやり直さないといけないからね。だからそこを逃げるんです。効率が悪いからもうキャンセルしていきます。どん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 、話についてこれない方がたくさんいると思います。この世界で今から食っていけるって仕事はもう限られてます。弁護士とか、看護師とか、医者とか、医師とかね。もう、弁護士余ってるそうですけど、とにかく、看護師と医者、これはもう鉄板です。大丈夫です。生きていきます。食いっぱぐれなんかありません。もう看護師と医者だけは食いっぱぐれないっすね。ないっすね。ないです。これだけ今からの時代医療がもうどんどん金かかるって時に、看護師と
医者が食っていけないなんかもう考えられないですね。ほんと考えられないです。そういうわけで目指すべきはその不二点に絞られます。うん。で、医者は勉強してなれるのか、頑張ればなるでしょう。うん。10年ぐらいかかりますけどね。十何年かかりますけどね。頑張ればなれるでしょう。もう目とか関係なく勉強しまくって勉強しまくってる十何年後には受かるでしょう。いや、十何年後っていうか、どっかに入って、塾かなんかに入ったら5年かければそこら辺のちっちゃな医大だったから、もしかしたら6年、7年かかって入るかもとかできるかもしれない。俺自分の実力をそのくらい持ったと思ってるからね、頭のレベルを。ものすごくとにかく低いから作り直さないといけない。だから何年かかるか分かんないの。大学に入るまでのレベルになるのに。だからまあ5年として5年間猛勉強させていただいて、もう他のこと何もしないとして5年だ、がね、もう5年間かけたら多分、医大ぐらいは受かるかもしれないと。うん、5年間、他の何もしない、仕事もしないでね。そこまでのパワーを使ってさらに医者になるためまだ時間かかるんですよ。で、医者っていうのはそのお金がかかります。とにかくかかるそうです。で、さらに医者の推薦状か何かっていう、さらに保証人か何かっていうのが必要で、その時に確かに俺親戚の話をしたんですよ。親戚というかいとこです。医者関係、医療関係がいっぱいいるんですよ。なんか知らんけど、なぜか知らないけどいるんです、うちには。ただうちはただの天草田舎の中で頭算数というレベルです。でも片方のいとこは大都会、さらに大都会どころか世界に出ます。世界で活躍してます。余裕ぶっこいても飛行機だってもうあれですよ、とんでもないクラス、一回乗ったら一体車が買えるみたいな、そんなレベルのとこに乗ってるらしいです。俺世界が分かんないから全然ついていけないんですけどね。よくもう1時間ね、年収みたいな、そんな世界です。そんな世界に生きてらっしゃるんです。それはもうあれですよ。昔から頭がいいって聞いてたんですが、聞いた話はね、東大どころか楽勝のレベルで、なんかどっかの大学かなんかが、とにかくうちに来てくれなんか分かんないけど、そういう感じで、とにかく学費がかかんないって、もう学費いりませんよってことで、東大には行かなかったんだけど、だからどっかに行って、お金かかんなかったみたいです。うん。ほらもう、優秀な生徒はもうウェルカムだって、それはもうウェルカムでしょ。だからそんな記憶があります。で、うん。実力があるから、うん、もう極まれ、ここに実力極まりでですね、その、うん。日本に、もう、100人いるかいないかっていうレベルです。そこの専門のトップです。トップのレベルたちにいます。いらっしゃいます。恐ろしいから意味がわかんないですね。だから意味がわかんないんです。で、俺が甘えた考えを持ってて、なんか仕事くれないかなーとか昔は母に言ったことあるんですよ。あと、なんかお金とか貸してくれないかなーみたいな。そんな甘えたことを考えたんですよ、一回。一撃でおばさんとか母に言われたことが、バカにされるだけだぞと。あと、自己責任の世界の生きている世界で、本当に困ってたとしても、自己分の責任って言われるらしいです。で、それを裏付けることもありました。いろんなことが。これはもうネットで言うことじゃありません。本当に自己責任が徹底してるんですよ。何かすることで失敗してもさ、自分の責任だよって。だからさ、そこまでの覚悟を持って勉強してるからこそ、そこまでのレベルにも到達したんですよね。なので、例え話の中で俺がもし医者になるとしたら、保証人という面では全然、医者の推薦状とかそういうのっていうか、なんかバックアップ、何か俺が事件を起こしたら、なんかミスを犯したら、もうこの人が責任を負いますみたいなことになってくれる可能性のある人はいるんですが、医者がね、後ろについてるけど、お金という面での支援は全くないよと。あと、学力は自分で作らないといけないよっていう話を多分寝てるときして、寝ぼけながらしたんですよ。そういうわけで、もう無理。だから逃げる。ダメ。と思ったんですよ。学費がまず、そんな優秀でもないのに、
しかも年食ってるのに降りるわけがない。奥ですからね、奥奥ですからね、奥かかりますからね、奥かかるらしいですよ。とにかく1000枚2000枚当たり前に吹っ飛びますよ。うん、知らんけどね、本当に知らんけどね。だからうちもう本当遠くにいらっしゃるので、ほとんど危なくて、母の親戚、あの葬式の時に本当に久しぶり、人生2回目に会ったっていうレベルだから、人生で2回目に会ったっていうレベルですね。本当に2回目、人生ただ2回しか会ってないんですから人生2回ですよ。だからまあそういうことで、そういう世界とは、逃げる、確かに逃げるっていう簡単な道に走ってるっていうふうになるのかな。看護師を目指したとしても、かなりの険しい道。で、なったとして何年後になるのかと。で、看護というのに興味があるのかと。看護師というものにね。とてつもなく苦しいんですよ、そこまで行くのには。もちろんそうなっても、そこはもう逃げてやば、逃げなんだよね。簡単な道って言えば逃げ、看護師を目指すべきなんだよ、頭で分かってたら。医者がダメなら看護師。でもね、またこれも看護師はダメになって話でね、学力、はい、看護学校に入るためにどれだけ勉強しないといけないだろうと。うん、モチベーションがないのに勉強できないなって思ったんですよね。それは働きながら勉強すればいいじゃんって話だけど、そうなると循環で、うん、働きながら勉強していくんだけど、まあそれでもいいんだけどね。それも当然、わがまま言わない、そこを雇ってくれて勉強もさせてくれるなら、まあそれもすごくいい。だけど、医療にそこまで興味がないんですよ。うん、メンタルケア、心の関係は興味あるけど、注射とか、うん、夜勤とか、患者さんとの接することとか、あんまり興味がないな。で、興味があったとして、勉強したとしても、なんていうくだらないこの言い訳、説明、とにかく自分を肯定するための動画だ。なんかバカらしくなってくるな。だけど、まあ、人生困難から逃げたら、何もないんだけど、この年齢でそこを目指してリターンを考えるときっつ。じゃあもうなんかわかんないけど開拓してみようかなっていう気になったんですよ。別に相談業を途中で進路変更やめって別のことになってもいいんです。それはもう是が非でもこうしなければいけないと思うと自分を苦しめるだけ。またその経験がね、何かに使えると思うので、もちろん看護師を目指してもいいし、医者を目指してもいいんだけど、なんか興味があることをしたいなって。興味があることは伸びるんですよ、基本。そして自分の持ってた経験を使えるとなると、ゼロから何かをするわけじゃないからやりやすいんですよ。だって10歳から学んだことが39歳まで蓄積されてるわけですよ。なのでこれを使わなければもったいないのではないかと思うわけです。だからまあ理屈で考えるとね、資格とか取るために猛勉強して看護師になった方がいいのではないか、現実的にはね思います。飯に食いっぱぐれることはまずないっす。職に外れることはまずないっす。まあ病歴とかで足を引っ張る可能性はあるかもしれんが、まあ経歴とかでね、でもその資格っていうのは確かに取ってるわけだから、まあ最低限のランクの給料をもらえるでしょ、雇われればね。ただそこまで行くのに一体どれほどのお金と、どれほどの苦労と、どれほどの時間が、もうないんです俺の命は、そこまでが。なのでこう甘えた考えを持ってたことがありました。だからいとこにちょっと力を貸して仕事を紹介してもらいたいなとか、
いとこの力でっていうのが少しあったんです。あったことが人生2回しかないのにね、あまりにも話を聞かされまくってたからですね、おばさんから。だからまあおばさんとよく対決喧嘩になってたのも、そういうその比較とか品格とか人間を、そのあまりにも東大関係の人とかもいらっしゃるんですよ。そういう人たちと接したおばさんと俺とはもう考え方が合わないのね。片や日本の中枢の中で何人もそこを卒業して活躍してきた人たちが、おじさんたちの中には親戚の、親戚というかまあいるらしいです。俺知らんしとか思いながら、その人たちの話を今まで聞かされた、もはや一世紀近くを生きるおばさん、そら俺と勝ち合うわなと。だからおばさんとよく喧嘩してるって話を動画でも言ってると思いますが、まあそういうわけですよ。あまりにもその世界が違う。俺はただの算数もできないような、いやできるけど、算数ねできるんだけど、その大体の算数しかできないっていうレベルなんですよ。うん、だって算数だって自分で勉強したレベルだからね。その高校でいろんな数学を計算するのにどうしても基礎的なものが必要でね、小学校の教科書を開いて どうやってすんだろうって、割り算ってどうやってったっけって、小数点って分数ってどうやって解くんだっけ、それが分かんないと微分積分もそしてなんか他の評価も解けないから。でそこさえ分かってたら、あとはもうなんか定型通りに進んでいけばなんか解けたから、問題はだからなんとか卒業はできました。一切覚えてないですけどね、何の勉強してたのか。勉強じゃなくてただパズルゲームみたいなもんだからもね、もうそうなると、小学4年からだからね、そこから全く勉強してないから。で高校に入って突然そういう問題解けって言われてもね、何のこっちゃさっぱり分かんないから、とりあえずまずは小学校の教科書を開いて、割り算と掛け算と小数点と分数と理解した後に、ある程度理解というか、もう解き方をただ頭に叩き込むだけね。そして、微分積分のなんか流れに沿って、他になんか教科書、微分積分っていうのは他にいっぱいあるじゃん。もう忘れたんだよ。それすら忘れたんだよ。そういう問題を解いて、クイズみたくして解いていって、卒業した。これどれだけ無駄なことか。数学なんてのは理屈を理解しなきゃ何の意味もない、パズルゲームだもん。こんな時にこんな傾向のこんな形が出てきたら、これを使ってあれを使ってこうやって割り算して掛け算して、それで何なんだから何なんであるっていう、さっぱり分かんないから、分かんなくても解けてたから。でそれを解いたからといってね、その理屈が分かってないからね、似たも違う形の応用問題とか出た瞬間に終わるからね。バカな高校だって言い方あるけど、バカなレベルな、そこまでじゃない高校だからなんとか卒業できたけど、これがもしね、ちゃんとした しっかりした超厳しいところだったら、応用が出されるはずだから、もう解けるわけがない。だって決まった形しか解けないんだからね。というわけで、昔甘えた考えを持ってましてね、そこまでお金持ってて、そこまで偉くなってたら、もういとこということで、なんか仕事くださいとか言いたいなとか、なんかお金貸してとか言いたいなとか、甘えたこと考えてたんですよ。ほんの少し貸してくれとか、例えば、ほんの少し会社を持ってるみたいなので、ほんの少し会社のアパートを貸してくれとかね、甘えたことを本当に思ってたんです。これ見てたらごめんね、これそういう甘えたことを考えてました。でもね、無理ってことが分かった。厳しいとこで育って、厳しい教育を受けて、自分たちも厳しい世界で生きてきたら、人
そしてそのだからこそ他人にも厳しいと、その名前とことなんか言うと、え、もう連絡してくんなと、そうなるな、なるよねと。だから、うん、これもし見たらごめんなさい、いとこ、いとこのごめんね、バカで、バカないとこでね、うん、ごめん、ほんとたかりの精神だね。でもほんと助けてほしかったのよ。助けてって言わなかったけど、助けてほしかった。今は言わないよ、まあ、今は言わないけど、助けてほしかった、うん、コネっていうのが欲しかった。あとアパート貸してとか言いたかった。今は言わないよ、もうその瞬間、うん、ほんと終わる、親戚関係、いとこ関係が終わるって分かったからね。別にお互いにそれは困らないのかもしれないけど、俺としてはなんか寂しいからね。やっぱ昔小さい頃あったから。それだけだけど、なんかやっぱ親戚とかいた方が、今回の母のことで思ったけど、なんか懐かしいこともあったし、気持ちがね、少し懐かしいなっていうのが本当あったから。だから、この動画、俺確かに逃げてんだろうなって思った。逃げてんだけど、あまりにもかかるコストが凄まじくて、方向転換したのが絶対いいなって思ったの。特に目がやばいんだよ。目がとにかく視力が悪いから。もう一回言うけど、そんなこと言ってたらお前何もできないぞと思います。でも 0.02 の世界はこれ以上悪化させたくないんです。0.02、01 っていう世界で、それの視力は。勉強すると落ちると思います。いや、これと同じ考え方をしているのが交通誘導の法案、障害者雇用のお話があります。障害者雇用の中に交通誘導のやつがいつもあります。給料は25万です。結構そこそこ田舎ではいいです。もうそこそこすごくいいです。ですが交通誘導の方は障害者雇用にいつもあるけど、あれは無茶ぶりです。何が無茶ぶりかというと、顔紫色になってます。皆さん、交通誘導の警備員の方はバカにしてるわけじゃありません。あれはでも無茶ぶりです。寿命をかなり縮めると思います。なぜ、何つかというと、もう顔がとにかく紫色なんです。紫です。紫なんです。あれが何を意味するかというと、皮膚がんです。俺の顔白いんですよ。これで急にあんな外で立って、一日中立ってて、UV を、紫外線を体に浴びるとどうなるか。で、普通に夏にただ息を吸うだけできついのに、きついのにっていうのは、普通の人よりちょっと自律神経が失調しやすい体質なのに、暑いあの服を着て、あ、外では普通服を着ないで暑いんだけどね、 T シャツなんかより着てるより服を着た方が直射日光をね遮るから暑くないのよ。でもあんなうんと服を着てヘルメットかぶって日傘もなど差さずに立って顔を紫色にしてどうするのかと、そこで考えました。うん、これ給料結構いいしすぐ雇ってくれるんだろうなと思った。障害者雇用だしね、うん、思ったけどこうも思った。死ぬなって、これはって、死ぬなってはっきり思いました。これ死ぬぞと、顔紫になるんですよ。一時的じゃないんですよ。ずっと外に毎一年中いるんですよ。紫です。皆さん紫の顔してます。日焼けの極地ですよ。あれは皮膚がんにならないわけがない。熱中症にならないわけがない。自律神経が大差弱いのに。だからここもまた言い訳をしてるわけじゃなくて、リスクのコントロールしないと死ぬぞってことなんですよ。また原子力発電所福島原発での募集もあってます。ああ、それはもう25万から28万っていい給料です。でもまあピンハネされてて、実際本当だったら、まあ、かなりの金額もらうはずなんだけど、天草に乗る求人ぐらいだから、ああ、もう25万って言っても、いろんな手当がついて25万ですからね。ほう、もう、それは抜きに抜かれて、抜きまくってる、一体何下請けって、何回ぐらい下請けされてここに来てんのっていうのは、いうような求人があります。原子力発電所で働くと、いいお金もらえます。いいお金もらえますが、被爆します。放射線手帳もかなんかっていうのを常に
もっと来るらしいですね。で、年間被曝量とかを計算して、障害被曝量も、まあ、すぐにどうにかなるレベルではないでしょうって言われてる、引き上げられた基準ね。基準が引き上げられたからね、その放射線の被曝どんだけですよって、健康に問題がないよっていうレベルを昔と比べて、あの事故の後に引き上げましたから、お国の方は。で、働かされても、うん、死ぬぞとまた思ったんですよ。給料はいい。でも、本来の金額じゃねえでしょと、まずそこ。不満がそこ。お前、死ぬかもわかんないようなとこに送り込まれて、で、夏は完全密封された服で、で、ウロチョウせろとよ、かって。そしたら無理だろと。無理でしょと。またこれ、逃げなんですが、あの、みんな、の原発作業の方、服脱ぐらしいです。被爆なんか知ったことじゃないで。だって死ぬからね。暑い熱中症みたいな中で、もう、虫、そう、レインコート、中学校の着たってみんなが着たいってなる、あの、もう、べっちびっちのあの、もう、ビニール、あれを着て、うろちょろできるかと。できないでしょ。だからみんなも脱いじゃうと。いいのがテレビやってました。で、何下請け、6ぐらい下請けがどれだけピンハネされてんだよと、みんな、なんかぐちぐち言ってたのね。そらピンハネされてすごいよねって、そらなんか誰かなんか言わんといかんねって、もうそういうことすんなよと。でも、第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7ぐらいまであるんですよ。バーって。で、その間、バンバン抜かれていくわけですよ、お金を。で、最後に来る労働者には、うん、たったの20何万なんですよ。たったって今言いますが、そう、でかいですよ、20何万は、26万とか25万とか。でも、本来もとてつもない金額は国はバンバンやってるんですよ。だから被爆する、放射線で被爆する、白血病になる、そのリスクを負ってくれるからこそいっぱいお金出してるんだけど、下に一番下まで来たら天草まで来た巨人は、いろんなことが手当がついて25万か28万きっといろんな手当、あの、ほら早い話がもう残業とか何かそうやって全部嫌って言えば多分20万あるかないかないじゃないかな。バカらしいでしょ。命かけて。そんなお前、苦しいことから逃げてたら金なんかもらえないよ。仕事って苦しいもんなんだよって思ってる方はそれでいいと思います。それで支えてください。でも俺、いや。はっきり、いや。自分の命を削って、そうなるなら、俺真っ先に生活、それでもし俺の何かをする、働けない、誰も雇ってくれない、障害者を雇わない、ノイローゼなんかを雇わない。パニック障害雇わない。ああ、雇わないんだ。で、自分で仕事始める。ダメ。仕事ない。くれない。頭さばけてもどこもダメ。なったらどうなるかって。もう生活保護しかないですよ。それはね。でも俺は頑張るよ。だって、俺だって彼女欲しいし、俺だってやりたいことあるし、俺だって車欲しいし、俺だって勉強したいんだよ、好きなこと。俺だっていろんなこと自由に生きたいんだ。旅行だってしたいんだ。でも生活保護が届かないからできないでしょ。いや、生活保護素晴らしいよ。あの、バカにしてるわけじゃないよ。あと、すごく生活最低限のレベルを持ってくれて、すごく豪華な生活ができますよ。よく世間で年金より生活保護がいい生活してる、普通のバイトの人より生活保護がいい生活してるって言うけど、それ違うからね。確かに現実そうなってるけど、問題は、福祉のことと、年金のこと、保険のことをごっちゃにしたらいろんなことじゃ混ぜこくんなと。生活保護は本当に必要な人は必要なの。だって、ご飯食べれないんだから猫捕まえて食っていいかってなると、今度動物虐待になるでしょ。食いたくないけど、最終的にそうなんだよね。住むとこないから、どっかへ寝てたらそこ住んじゃいけませんよって言うんですよ。ふざけんなよって。だってどこに住むんだよって。そういうわけよ。パニック障害です。ああ、ダメや、君。ああ、ダメダメ。君みたいなのは福島行けよって。誰が行くかで。福島なんかに。今のは東北を軽視したわけじゃないよ。あの、今、そういう言葉尻取ってすぐ叩かれるから、そうあれじゃない。そういう意味じゃないよ。あの、白血病になるのよ、放射線って。真っ先に白血液の癌になりやすいのよ。っていう話をね、
いやこれごめん、嘘ついた。分かんなら全体のがんになるか、どこががんになるかはそれはもう運次第だから分かんないんだけど、どこががんに先になるのか分かんないんだけど、とにかくどっかのがんにはなるのよ。なりやすいのよ、当然。防護服っていうのを着てとしてもね、バン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 貫通していってんだから体を。この貫通したやつが細胞を傷つけるわけよ。傷つけたら当然そこにおかしいことが起きるわけよ。そしたらがんになるわけよ。だから、一日こんだけしか浴びたらいけませんよ。年間こんだけしか浴びたらいけませんよって目安を作って、手帳まで作ってあるわけですよ。手帳があるのよ。年間被爆量、確かそんな、障害被爆量かわかんないけど、一生のうちにこのくらいぐらいしか被爆したらいけない。ね、年間にこのくらいしか被爆したらいけない。多分年間と思うけどわかんないけど、積算でね、足していってこのくらいですよって、決まってんのよ。まずこの決まった基準すらね、原子力発電所の事故の後と前じゃ、全然違ったことになってんのよ。事故の前だったら、事故の前の状態で、労働者雇ったら、もう仕事できないから、もう、バンって基準を引き上げて、いや、大丈夫ですよ。すぐに問題が起きるようなレベルじゃないですよ。っていうことを言いながらも、みんな知ってんですよ。本当の被害わかんねえよって。わかってんだけど引き上げてんだよ。ふざけんなよ。あんなとこ行けっかよって。わがままだけど行けっかよって。行けっかって。あと、一日中交通誘導警備員さんのことをバカにしてるわけじゃないんだけど、お前、紫の顔してんじゃねえかって、お前。お前、皮膚がんに絶対になるだろ、お前って。だって、顔治ってる最中に、さらに次の日も紫外線浴びて、さらに次の日も紫外線浴びて、その日の日も紫外線浴びて、お前、がんにならなきゃなわけねえだろうって。なれねえわけねえだろうって。さらに、その暑さ、夏の暑さ。冬は大丈夫かもしれない。夏はもう俺自律神経弱いんだから、熱中症だよね。逃げだよ、これは。逃げだけど、自分の体調とか自分の能力に考えて動かないと、立ち回らんわけよ。動かんわけよ。ってなわけで、頑張って職案にも行く、頑張ってどっかに応募する、頑張ってどっかにしても全員が受け付けてくれなかったら、そらみんなそらもう堂々と、そう成果総合でしょ。俺は狙ってないけどね。それはいいと思うよ。で、生活総合は生活が本当に豊かなのかって、ああみんなから見たら豊かに見えるでしょう。うん、そら豊かに見えるでしょう。でもあれっていいのかな、本当に生きて楽しいのかなと思うよ。まあ楽しいっちゃ楽しいんだけどね。うん。やりがいがないことって結構きついよ。暇っていうのは。暇っていうのは本当きつい。退屈っていうのは。人生に目標がないわけ。目標がないわけだからね。絶望すら覚えるよね。俺はその退屈さとかつまんなさが知ってるから嫌なのよ。で、生活保護の給付金を下げろみたいな、なんか支給金を下げろみたいなこと言ってるけど、家賃とか、例えば天草、4、5万だよ、家賃、当たり前に。ここ福岡とかと同じぐらいのレベルだからね。で、さらにあれだよ、お仕事のレベルと考えると、とんでもないことやってるからね。食費。光熱費。だから、余裕ができるのは1万か2万じゃないかな。だから、まあ確かに国の経済がおかしいってなると、そんな お小遣いみたいなものをやんなとか言う可能性、もうそれもわかるんだけど、物をやればいいんだよって。米とかをやればいいんだよと。最終的には国が破綻しかけたら、それも仕方ないと思う。それも当然ありがたくも、そっちの方に切り替えていいと思う。それはもう仕方ないからね。支給できないってなると、お金が財源がありませんってなると、もうそれはもう物品で、もう物でね、お米何キロ、野菜こんだけとか、例えば商品券で渡すとかね。そういうふうになっても仕方ないと思う。その悪いやつがいっぱい増えすぎた場合ね、不正受給が増えすぎた場合にはもうそれは仕方ないと思う。でもまずはね、好きで生活をしてる人だけじゃねえんだよってこと言いたいんだよね。俺たち汗水垂らしてバイトしたって月10万円いかないんだぞって。いや、
遅ばかりってなんか俺もバイトもうコンビニバイトとかで知ってます。そしたら10万いくのはねなかなかないんですよ。コンビニではこっちでは10万いかないんですよ。9万円とかなんですよ。せいぜい8万から9万コンビニだったらね。フルタイムだよ。フルタイムですよ。コンビニで8時間フルタイムで働いてるよ。10万いきませんからね。で、生活保護だったら12、3万いくでしょ。よくもらったことないか分かんないけど。もうその時点でほら、働いてるって時間を使った挙句に、お金使うんだけど、でも片方生活保護は、まあ言うならばテレビ見ててもいいと。テレビ見ててもいいし、図書館に行ってもいいと。そこら辺ブラザーブラ散歩してもいいと。それで、あ、12、3万が降りてくると。っていうふうに錯覚を起こすけど、実は違うでしょ。働けない理由があるから、なんか病気か何かがあるから降りるんですよ、普通ね。生活保護ってそんな健康で普通にしてる人には降りないでしょ。まあ、それ、いるんだよね。実際にそういう変なやつが、受けてるやつがいる。そいつが問題なんだけどね。本当の問題。本当の問題だよ、そいつ。そいつら。元気でピンピンして、しかも若いと来てる。で、なんでもお前働けないのって聞くと、理由わかんないけど、受け入れてる。そいつらが問題なの。でも、本当に生活保護もらえてる人は、本当もらうべき人ともらってる人は、何かの苦痛に苛まれてる人だから。何かの原因でももはやもうこれダメだってなことで保護されてるからね。だから年金とかとごっちにしたらいけない。年金もこれ問題なんだけど、もう福祉だからね。そのあれ、年金じゃなくて、その、生活保護。もう最低限度の生活を送らせようって助けるっていうセーフティーネット、安全策だから。だから、そこぶっ壊したらみんなポロポロ落ちていくよと。落ちていった人はどうなるかというと、ほら、もう一回言うけど、猫いたから猫食べようとか、犬いたから犬食べようとか、鳥がいたから鳥捕まえる罠つかけようとか、寝るとこねえからそこら辺の橋の下で寝ようって話になるわけよ。そしたら文句言うでしょ？勝手にそこに住むなとか。まさにそれがホームレスだよ。本当はホームレスの人なんか、もう役所に行って生活保護を受けたらいいんだよ。本来そうすべきなんだよ。でも、何かの理由でいけないんだよ。知的障害があるとか、障害、精神的な障害があるって言われてます。絶対あると思いますよ。そこまで頭が回らないとかね。あと、どっかの悪い人たちに利用されて、その生活を受けたとしても、連れられていってね、はい、生活を受けましょうねって言って、受けて、そしてその金をごっそりいただく悪い人たちがいます。悪い人たちがいます、そういうことをする人が。で、それを文句言わないのはなぜかというと、その人たちが多分精神的に病んでるから。そのホームレスの人たちの中にね、全部のホームレスがそうとは思わないけど、わかんないけど、わざわざ生活を受けてるのに、それをピンハネする奴がいて、それに文句を言わない人というのは、なんかあるんでしょう。なんか病的なものか、そもそも自分で自らも動かなかったんだから、何か病的なものがあるんでしょう。そこまで頭が、ま、回転がしないってことは。うん。だからね、動物殺して食うしかないし、あ、それ食うと病気になるわな。病気になると当然苦しんで、ブエーってなるわな。救急車呼んだりするわな。払えませんって言うわな。払えませんって警察呼ばれるわな。あ、結局いくつ先どこかというと刑務所。だから刑務所に今みんな行きたいかってんだよね、老人は。出所したらもう二度と出たくないかって何か考えておかしいのか、殺さんでいいのに人を殺してしまったりするのよ。もう万引きとかガンガンしたりね、それこそ強盗して、誰も傷つけなくていいから、もうとにかく暴れて、そして戻ればいいものをね、殺しちゃったりたまにするんだよ。絶対戻りたくないってことで。事件、そこまで本当は、ね、考えたわけじゃないんだろうけど、もうパニックを起こして、もう、いや、社会は嫌って言って、刑務所から出たおじいちゃんたちが、もう社会が受け入れてくれないもんだから、また刑務所に戻れ、ご飯が食べる。暖かい布団かどうかわかんないけど、もう、風雨がしのげる。雨風がしのげる。それだけが人間って最後すごいことだからね。飯がちゃんと規則的に食べられて、風邪をひいたらちゃんと治療ができて。
雨風がしのげるんだよ。そりゃもういいとこだよ、刑務所って。だから中国人なんか、日本で犯罪したって言ったら、歯直して、昔の中国ね。昔の話ね。なんかこういう犯罪の話があったのよ。日本で犯罪してきたらさ、歯の治療してこいよって。日本は歯の治療もしてくるらしい。それはまあしないといけないよね。基本的人権だから。中国じゃありえないみたいよ。何に囚人が言ってんのって話。でも、実際歯とか膨れて、ぷくっと膨れて、高熱出してったら、もうそいつ、働くも、刑務所でね、そんな苦しんでてでも、ほら、もうほら、反省とかの勉強、なんかこういう罪を犯しましたとか言ったり、刑務作業とか何もできなくでしょ。悪化すると大体、歯とか悪化したら次脳に行くからね。死んじゃうから。だから基本的な人権として、日本はきちんと守ってくれるの、何でも。だから歯の治療とかちゃんとしてくれるし、風邪でね、高熱出したらちゃんとしてくれるし、ご飯だって栄養のバランスちゃんと考えてくれてあるし、そんな痩せ細るような食事なんか与えるわけないからね。ホリエモン痩せて出てきたけど、あれはいろんなまあストレスもあったんでしょう。まあ痩せて出てきたけどね、ホリエさんは。でもほら、ガリガリ痩せていくような食事なんか当ててたら、それ、ものすごく被害、ものすごい人権侵害だからね。だから、カロリー計算はしてあるでしょ。だからまあ、ほら、行き着く先人間ってほら、刑務所しかないんだよ。誰が行きたいかって話でも行きたくないけど、生命を維持するために、最終的にどこが安全か一番かというと、もう刑務所しかないんだよね。本来はサバイバル生活で、ほんとそこら辺で動物飼ってって生きて暮らせてるんだけど、でもそこを勝手に住んだらいけないって言われるし、焚き火したらいけないって言われるし、あくの相手に動物殺したら虐待って言われるし、何してもそれで通報されるし、通報されたら捕まるし、捕まってまた釈放されたらまたガタガタ抜かせるし、結局繰り返したら、はい、お前逮捕ねってなって逮捕して刑務所行くと。結局そういう流れなんだよね。結局そういう流れなんだよね。流れなんだよ。そういう流れなの。うん。勝手にアサイとか貝とか取ってたら、漁村の人に、なんか、権利がどうだろうか抜かせられて、ね、勝手にアサイとか、その貝とか拾って食ったらダメとか言われるしね。でも、そんな無視したらまたほら通報されてね。結局何回か繰り返すと捕まるわけよ。逮捕されるわけよ。逮捕されたら、いくつか先、拘置所ね。拘置所がどこ行くかすぐ解放されても、それまた同じ生活戻るわけだから。もうそれを何回か繰り返す。はい、君はもう刑務所行きと。ああ、そうですか、と。あ、刑務所行くわけよ、みんな。うん、そういう流れなの。流れが決まってんの。もう浮き上がれないよね。一番危ないっていうか、かきくしなきゃいけないのが、人に危害を加える性質に変化することです。世の中どうでもいいやとなってしまって、強盗に走るっていう簡単な手があります。うん、もう人を必ず歩いてたらお金持ってんだから。家、何軒かいい車あったら必ずお金なんだから。お、そうでしょ。それがアメリカだよ。地震、火事、何か起きたら必ずボートが出る。物を、テレビを持って、みんなで一緒で、みんながこうテレビ持って逃げていってる。DVD プレイヤー、ブルーレイプレイヤー、プレステップとか、みんなこう、わさ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 してる、地震の時とかね。こう、あれはなんでかっていうと、うん、そういうところだから。誰も守ってくれないから、保険料払えないし、病院な、風邪ひいたら死にかけるし、誰も守ってくれる制度がないから、ねえ、自分のことは自分で守られるって、自己責任っていう国だから、そりゃあもう、元気いっぱいだよ。元気いっぱい泥棒を犯すし、殺人も犯すよね。それが日本で起きますと。これから増えますと。なるから生活保護が必要なんだよ。どうしてもね。だって、全員が全員は、優しいわけじゃないからね。優しいからこそ、野宿したり、そこら辺の野草を食ったり、魚釣りしたり、動物ごめんねって言いながら、調理して食ったりするわけよ。鳩とか捕まえたりするわけよ。仕掛けを作ってね。頭が普通に回る人だったら、これ失礼な言い方だけど、頭が使える人だったら、そこら辺の野生動物使えて、なんとか生きていけるから。で、図鑑を見ながら野草とかも取るわけよ。勝手に人の山の中入ってね。まあ、通報されたら捕まるんだけど、勝手に山も入って帰って食うわけよ。食えるものはね。でも、みんな優しいわけじゃないでしょ。
人を歩いてたら必ず人はお財布持ってんだから、大体の人は。持ってないですが、カードだけって人もいるだろうけど、まあ、大抵お金持ってんだよ。で、またこれが身分証明書とかも売れるわけよ、また世の中では。悪い奴がいっぱいいてね。カードってくれるわけよ、そういうクレジットカードでも何でも。買い取ってくれちゃうわけよ。免許証とかね、偽造に使えるから。悪い人がいるわけよ。そしたらもう財布っていうのはもう、それはもう宝物なわけよ。そういうほら、魚釣って、なんで俺魚釣らないといけないんだよ。なんでそこら辺の犬とか、犬黒とか、野良犬の汚いのを食わなきゃいけないんだよ。なんで野鳥とか捕まえなきゃいけない。なんで俺橋の下で暮らさないといけないんだよ。段ボールで暮らさなきゃいけないんだよ。っていう悪知恵が働く人、つまり知恵が働く人、下手に頭が回る人ね。下手に頭がいい人。わあ、もうそら、空き巣しかないでしょ。空き巣、強盗、夜道で待ち伏せ。こういうのが自然の流れです。普通の自然の流れです。だからアメリカ。アメリカで夜道うろちょできますか？できませんよ。普通に交差点で止まって窓なんか開けてみてください。ふぅー、手あげろって。フリーズって言いますよ。窓開けてたらもうそれこそいきなりパンチバーン飛んできて、ああ、車乗ってバーンって逃げられますよ。あっち交差点なんかでか、鍵なんか開けてるやつなんかいますよ、だきっと。いや、都市部ではそういうことないでしょうけど、少ないでしょうけど、そのちょっと脇道通ったところはすっげえスラム街あるじゃないですか。あんなとこで窓なんか開けてますか？開けてませんよ、きっと。外国人が普通に歩けますか？観光、絶対ここの地域には近寄らないでくださいねってガイドの人が言いますよ。そういう地域。なんて言うんだろう。ストリートで生きてきたっていう絵が言うじゃん。ストリートで生きてきたんだよって。ああいうとこはドンパチで必ずやらかしてるから。またそいつらそいつらでギャングに所属しないと生きていけないってなるから、薬漬けだし、もう犯罪なんか当たり前にするし、生きていくにはやっぱギャングに所属しないとね、自分の身が守れないってあるから、あいつはあそこのギャングに所属してから手が出せないっていうのがあるからね、フリーだったらもうみんなからボコられるから。だからもう仕方なくどっかには所属すると、みんな。もう生きるため仕方ないし。生きるため仕方ないし。フリーで俺真面目に行きますなんか言ってたら、ボコられるから。ボコられるだけで済めばいいんだけどね。中国にだってはもう人身売買だからね。売られちゃうからどっかに。女性だったらなおさらだよ。もう完璧売られますよ。売られますよ。本当にね。売られますよ。子供だって売っちゃうんだから。赤ん坊とかなんでも。中国にもいたらね、命軽いから。また、教育もそこまでしっかりしてないからね。通世界ですよ。なんでこんな食ったらいいことなかったらしかなしけんのか、カフェインの影響と、自分の逃げっていうのを肯定したい、否定したいのもあるんだよね。でも、頼るものが自分のその経験しかないっていうことで、でもそれは実際は武器になるってことも分かって、でもそれはお金になるかというと、先駆者がいないってことは、つまり誰もが考えたけど、あ、採算が取れないなってことでやめてるってことも自分でも分かったし、一回考えた瞬間に分かるからね。無理だな、金にすんのはって。でもそれを分かった上でやるっていうのは、ああ、ぼちぼち食えていけんじゃないかなって。もっと、この天草出るからね、そのうち俺も。天草さえ出ると、お客はそれなりにいるだろうと。お客という言い方は失礼だけど、人間って悩まないわけないからね。そして俺人の痛みが分からないわけじゃないから、東北の話では一瞬理解できなかったけど、今でもテレビでも言ってる松本人志さんが今日ワイドナショーだから言ったけど、あの言葉って確かに悪かったんだと思うけど、あの表情とあの雰囲気の中で、あの表情とあの雰囲気で、あの箱と発言は全く悪気はないです。軽視でもないです。なぜかというと、顔の表情を見ましたか？場の雰囲気見ましたか？話した時と見ましたか？そして彼が何大臣かって知ってますか？復興大臣だからそんなこと言ったらいけないんじゃないかと思うかもしれませんが、復興大臣だからこそ試算をしてるんですよ、計算を。いろんな計算を。そして知ってるんですよ。だからポロリって出ちゃったんですよ。だからあの時足りなかったのは、彼は、あれ？何言ってんのみんなって思って、プライドの高さ、東大卒でやって自分が閣僚であると、もう大臣であると、そういう変なプライドが邪魔で、素直にすいませんでしたって言わなかったとこが頭悪いとこね。
そこが一番まずかった。ただそんだけのことで変える必要があるかというと、どっちみち変えて損するのは俺たちは税金損するんだから、どうせ税金損するんだから、どうせ辞めないんだから、銀屋の人首すぎ替えたって何の意味もないんだから。変えて何になるのって、すぐにポロ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 政治家が変わって何なんのって、どっちみち動くのはあいつらじゃないだろうって、裏で動いてるのはエリートたちだろうって思うわけですよ、私はね。お金の無駄じゃないよ、そんなバババ変えてもって、無駄じゃんって、いち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 遅れるだけじゃないのって、また次の復興の人は勉強しなきゃいけないんだよって、また勉強だよって、だったら対処するのは遅くなるだけだよって、また挨拶に行かなきゃいけないよって、私が今度復興大臣になりました、でみんなで挨拶回りして東北に行って、どうも私が担当になりましたって言って要望を聞いて、どんなことが足りないんですか、何が足りないんですかってまた聞き直しだよって、日本が形から入るだから挨拶には絶対行く、無駄なしはそんなことしてても、もうそのままごめんなさいってちゃんと言わさせて、そのままいていいんだ、あいつはそこまで悪いやつじゃねえんだよ、知ってんだよ、どこに被害を、地震ってまず東京がマジだとまともに耐えられるわけねえんだから、あんだ東北で起きたような地震で、あやげくにあれだけのビル5階ぐらい飲み込むような津波、東京が耐えられるわけねえんだから、地下鉄にも人いるんだから、100万人200万人ポロリと死ぬんだから、それをさらに助けるもん、自衛隊とか警察とかが集まってきたら地方はどうなるかって、警察官の数分かってんのかよと、消防車の数か分かってんのか、救急隊員の数、医者の数分かってんのかって、他のとこおろそこになるんだろうって、ボーッとは出てくる、他の地方では犯罪多発する、現場では犯罪が多発する、食料の奪い合いになる、100万人200万人単位じゃないんだから、1000万人いるんだから余裕で、であの地域一帯だけだから2000万人近くいるんだから、いや2000万で効かんだろ、そこに食料や治安を維持、無理無理無理、警察官の数足りんって、え医者の数、看護師の数足りるわけねえだろなあ、足りるわけねえんだよ、全然足りねえんだよ、で治安を維持しなきゃいけないから、当然いろんな消防車もいろんなことも来ないきゃいけない、地方からどんどん集まってくる、おい他どうなんねん、ほしたら回んねえだろ、回んねえんだよ、とにかく、回んねえの、お医者さんも不足してる、看護師も不足してる、警察官も不足してる、治療防隊も不足してる、全部不足してるんだよ、東京がやられると全てだよ、警察官がいなくなった町を想像して治安が維持できるか、できるわけないでしょ、混乱してんだから国がね、そんな時にこそ現れるんだから、悪い奴らは今チャンスと、だから火事場泥棒が多発したわな、地震の時も、日本よく外国から日本がなぜ、暴徒化しないのかとか、なぜそんな泥棒とかいないのか言うけど、あれは日本人が知ってるから、悪いことしたらすぐ捕まるよって知ってるから、あと悪いことしてたら、悪いことはするもんじゃないって、ちゃんとそういう高いモラルの教育も受けてるから、そういうこともしないわけだけど、まずあるのがそういうまず教育もあるんだけど、それと同じぐらいにして捕まるよってことを知ってるってことね、あと絶対誰かが何か助けてくれると思ってるから、心の中に国が何とかしてくれるとか思ってるから、心の底で、だって日本って自己責任の国じゃないから、今まで自己責任って、やっと出てきて、今やっとこそ言い始めてしまったけど、日本って、社会主義だからね。日本って、平等とか平和とか和平とかいろんなこと言って、なんか、平等とかどういうこと言うから、それ、だからそういうことって、ほら、なんか俺頭に入った知識だけどね、それってさ、共産的なんだよね。共産主義って、みんな助け合いで、みんな、分配しましょう、豊かにしましょう、同じようにしましょうっていうのは、それはもう資本主義じゃなくて、中国や北朝鮮と同じ、昔のロシアと同じ社会主義なんだよね、資本主義とかじゃなくて、いやいいよ、素晴らしい考えだから、医療も受けられるし、
ある程度の安全も担保できるし、だからある意味でバランスがすごくいいのよ、日本は。ちゃんとお金も稼いだら稼いだ分だけ、ちゃんと生活もできるし。だからバランスがいいのよ。中国とか北朝鮮とか、昔のロシアに比べると、破綻する前のあの国に比べると、バランスが非常にいいのよ。だから維持できてるんだけど、だからこそ、みんな、誰かが何とかしてくれる、誰かが助けてくれる、自衛隊が必ず来てくれると思ってるから、そういう変な動きはしないんだけど、だから、しないんだけど、もし、はい、東京がやられました。大混乱中です。いつまでも飲み物来ません。2日待とうが、3日待とうが来ません。もう、その頃からもろと水をもし3日間も飲まなかった瞬間どうなるかって、多分俺飲んだこと、そんなこと試したことないけど、どっか、もうすでにどっか調子悪いんじゃないかな、かなりの勢いでね、3日間も水飲まないって。うん。3日間水飲まなかったら一体どうなるか分かんないけど、多分もう普通の精神状態じゃないんじゃないかな。食べ物はそのまま3日よくどうも大丈夫だと思うけど、水は違うと思うから。1日飲まなきゃだけで腎臓ダメージ食らうというぐらいだからね。うん。となるとだ、泥水吸えか、吸えってか、泥水吸うとどうなるかって、下痢して余計脱水症状起こすからね。うん。どうもできないでしょ？うん。どうもできないんだよ。どうなるかって、持ってるやつから略奪するしかなくなるんだよ。持ってるやつから奪うしかないんだよ。お金がその時役立つかって、全然。100万でその水を吸ってくれ。いや、断るって。断るっていうね。1000万だ、1億だ。あ、いやいやいや、いらない。金だ、銀だ。ははは、話にならん。いらん。だって、助けに来るわけないんだもん。周りでみんな、ひー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 、進化を打ってんのに。あっちこっちこっちでも腐敗が始まってたり、死体がするんだから。夏だったら嫌なことだよ。鶴が病原菌が発生して、嫌なことだよ、もう。もう嫌なことだよ。もう、数時間で嫌なことになるよ。冬だったから東北があれだったけど、夏で、これだ、あれだったら、とんでもないよ、もう。病原菌が。感染症多発、どうにもできない、腐敗臭、とんでもないことです。まともな精神状態でいられるか、いられるわけねえでしょ。つうわけで、金銀財宝で頼むから水をくれと言っても断る、断る、いや、いらん。そういう話です。お金が全く使えません。金銀財宝すらも使えません。誰も助けてくれないからね。自衛隊もみんなアップアップ。もう、班もお手上げ。物資が補給されようが何しようが、それを奪う奴らが出てくる。トラックごと奪う奴らが出てくる。自衛隊は発砲する。もう発砲するしかないからね。警察官も発砲する。当然こっちも自衛隊とか警官から鉄砲盗んでるからね。こっちも発砲し返す。アメリカがそうなってるように、こっちもなるよね。アメリカがそこまで発砲し合わないのは、それはアメリカだからね。ちょっと洪水とか起きたぐらいで、そんな警察官とか軍隊と戦うようなことバカなまねしないよね。絶対負けんだから。しかも国が安定してんだからね。でも国が安定しながらどうなるかって、ああ、民間のボートと、うん、米軍が戦うんだよ。それは。うん。なんでこんな話をぐだぐだ長くしたかったかというと、そういうもんだから。そこ分かってて君たち言ってんのと。分かってて言ってんだよ、テレビはね。松本人志さんだって言ってんだよ。分かってて言ってんだよ。もしくは分かってなくても適当に答えてるか。だからあの程度のことで、いち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 、平謝りさせとけばいいんだよ、反応の。あの程度ってことは軽視じゃないからね。軽く見てたりしてないかと、ただそれ以上のとんでもない被害 が起こるってなったら、ボロって口滑らした人に対しては、そこはもうごめんなさい、お金かかるからいちいち大臣とか変えなくていいよと思わないと、税金もったいないよって思ってね。まあ変えてもいいけど、どうせその人も次の日も一緒だよと。税金限られてるからねって、まあ毎年毎年赤字国債発行してるからねって、そしたらそこから引っ張ってくれるお金が足りないからねって。年金足りない。医療費足りない。何が足りない。消費税上げないといけない。消費税上げると経済が回んない。あっち足りない、こっち足りない。あっちを上げた、あっちを立てればこっちが立つ。
その微妙なバランスの上にいるわけですよ。なら無駄なことしてる場合じゃねえじゃんって私は思うわけです。いや、それは傷つけた人を置くのは無駄なことかって言われたらそうは思わないんだけど、だけど税金関係なんだけど、もういち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 内閣総理大臣が変わったり、もういち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 もう解散だとか言ってたりとかね、選挙したりだとかね、もううんざりだと思うわけよ。結局ね、行き着く先は犯罪に走るか、優しい人は犯罪にね走らずに刑務所で行って衣食住を整えてもらうか、2つなのよ最終的には。もしくは自殺するかね、3つしかないから。犯罪に手を染めるか、刑務所で衣食住を整えて暮らしていくかが、最後は自殺か、ホームレスでのんびり生きていくか。最後行き着くか、この3つ、自殺か刑務所かホームレス、捕まらずに いられたらね、食えるものがあれば、ああ本とかあったら食えるものと食えないものが判別できるしね、知識とかサバイバルの本があったら、まあ警察が捕まえられたらそれは刑務所行きの方に直行でしょ。何回か捕まるからね、はいもう刑務所行きってなるでしょ。いつまでもね、執行猶予とか言われても次また捕まるからね、どっちみちね。だから刑務所行き、優しい人はそういうのよ、ホームレスの人優しいからね、そういうふうに言うと。頭がちょっと悪知恵で働く人、地位が回る人、もう反対に走るからね、本当走るから、本当走るからね、普通にみんな。だからまず生活保護あるんだよって言いたいんだよ。生活保護っていうのは俺たち、あなたたち、お金持ちの安全のためにもあるんだよと。生活保護がまるで弱者救済のためのなんか甘やかしてるものとか、もし思ってたら違うんだよと。治安の維持のっていう意味もあるんだよとのを言いたいね。あとそれがあるってことの安心感で心に余裕ができて活力が生まれるっていうのもあるんだよと。だからそれ以上生活保護を下げたりすることはちょっと厳しいんじゃないかなと思う。厳しいとか無理だと思う。うん、物に変えるっていうのはな、確かに一つの案としてはね、大量に大量に購入しまくって、そしてそれをすると、その分コスト下がるからね、パンを食べるか、ご飯を食べるかと、いろんなものを選べていても、そこはね、ストレス溜まるからね、そこら辺選べないと。贅沢いいなって言われてもね、あんま本当ストレス溜めると人間爆発するからね。それは自分の責任だろう、お前食えるだけだ、食えるだけで、お前、感謝するよとか言うのも間違いだからね。よく言うのから、消防団がうどんで、消防団が、うどんを食べただけでクレームして、さらにそのインタビューで、私たちの税金でそういうことしてんだから、お給料もらってるんだから、消防団もとか消防署も、そんなことしてる不謹慎だと思いますよっていうおばさんがいました。お前ふざけんなよって。よく警察に、俺たちの金で税金で飯食ってんだろうというやつがいるけど、お前ふざけんなよ。お前警察官だってみんなお金税金払ってんだよって。お前らの税金で食ってるわけじゃねえんだよって。税金ってのはみんなのためにあるんだよって、お前。私たちの税金で飯食ってるとか、なんちゅう発言だ、お前頭おかしいんかと思うんだよね。私たちの税金で消防で維持してんだから、お給料少しもらってんだから、ちゃんとしていただかないと、うどん屋さんに言うんだけど、不謹慎だと思います。うどん屋さんに言うと何言われるんだ、お前。頑張って、お前。鍛えて、訓練して、なんかの時に消防署のお前手伝いするんだよ、お前。素人って全然役に立たないんだろ、お前。ホースの回し方とか、お前。水の動きとかいろいろあるんだよ、お前。消し方とか。手伝いすんだよ、お前。アマチュア、プロフェッショナル、次のアマチュアなんだよ、お前。俺たち素人アマチュアにすら入ってねえんだよ、って。火消しのプロのアシスタントなんだよ、消防団は。そいつらが、お前、お腹すかしてんのに、お前、ペコペコしてんのに、お前、それでしょ、お前、ちょっと飯食ったぐらいでガタガタ抜かしてんじゃねえぞ、って。しかも、それでインタビューとして、私たちの税金で、お給料少しってやったけど、言うんで、不謹慎って、MMS、ふざけんじゃねえよ、警察官に対して、俺たちの給料で飯食ってんだろ、って。お前、ふざけんじゃねえよ、お前、警察官だって税金払ってんだ、お前、言うけどな、税金払ってんだよ、お前、って、公務員だって税金払ってんだよ、公務員だって、お前ら亡くなったら困るんだろ、って。役所がなくなったら困るんだろうって、役所は確かにもらいい生活してんなとか文句も言いたくなるよ。お前、定期的にちゃんとして定期的にいくらしてんなとか、定期的に仕事も休めていいなとか言うけど、お前は、あいつは頑張って入ってんだよ、公務員に勉強して。不景気の時だけ叩くんじゃねえよ、公務員を、お前。っていうのもありますよね。
お前ら不景気になったからって急に公務員届け始めんじゃねえぞって、お前その前は公務員なんかキュウリ安くてやめえめえそんなの眼中ねえよって知ってたやつが不景気になった瞬間に公務員いいなとか言い出すんじゃねえよ、てめえが選んだ道だろうが、てめえが選んだんだろうがっていう話です。ちなみに公務員の話出ましたけど、公務員には受かる基準がありまして、年齢制限があるみたいですね。そういうわけで私公務員試験も受けられないわけですよ。うん、公務員試験受かんないけどね、勉強したことしないと。でも勉強したら受かると思うけど、頑張ればね。頑張れば当然誰でも頑張ればどうがもう死に物狂いで頑張れば大抵みんなうまくいく、頑張ればうまくいくが、でもね、公務員には試験が年齢制限があるし、うん、これ自分の努力がどうもできないんだよね。だから俺思うんだよ、公務員試験って年齢撤廃してほしいなって。あんまそういうこと死に物狂いで頑張るよ。まあかなり頑張ってもきついだろうけどね、みんなそこ公務員最近目指してるから。でも年齢制限は取っ払っていいと思うよ。確か年齢制限あるでしょ、あれ公務員ね、25歳までだったっけ、忘れたけど。お前公務員で50歳で公務員になってもいいし、60歳で60狭いの59歳で公務員になってもいいじゃん。まあ確かに仕事覚えるまで役立たないけどね、でも役に立たないって言っても最低限のことをさせればいいじゃん、それで公務員でもって思うけどね。つうわけで、そういう日本っておかしいと思います。あくまで私の個人的な意見ですけど、私たちの税金にしてんだけど、うどん屋さんなんか不謹慎だと思います。ふざけんじゃねえよ、お前。ちょっと車止めて、その中で、お前、飯食ったっちゃいいし、うどんの屋さんにちょっと飯食っていいじゃねえか、この野郎。ほんと、警察官に対して、私たちの税金で食ってるとかね、警察官もう払ってるから、税金。払ってるからね。あ、まあ、私たちが偉いとか、あと警察官もそう。偉そうにしたらダメだよ、警察官もね。ちゃんと自分たちの、ここ、ね、正して、襟を正して、ちゃんと警察官もしないと、ちょっと権力持っちゃったらね、警察官も、ちょっと偉いな、生意気な口聞くことがありますから、生意気とか、とても一般人に対して失礼なことをたまにすることもありますからね。そこら辺はお互いにね、お互いに分かっていかないと、平和にね。うん、さあ、今日はなんかよくわかんない、死に滅の話だったけど、いとこに頼ろうと思って、アマちゃんの俺がいたと。アマちゃんの俺がいたけど、そんな甘い世界で彼らはいとこは生きてないと。だからそんなことを言い出したらただの絶縁になるだけの話と。そしてこれをもしいとこが見てたら、ごめんね、ほんとそんな立て話出しちゃって、ほんとごめん、ただ、うん、話したかったの、この話を。すっげえ頑張ったね、びっくりしたよ、話聞いた時。もう福岡とかいろんなとこに会社持ってるってびっくりした、社長してるとか聞いてね、びっくりした。あっちこっち会社持ってんだね、びっくりした、死んじゃねえ。そのもう何もう金額もわけわからんから、意味わからんから、もうわけわからんから、稼いでる金額も聞かなかったけど、あもうわからんからいいいい、分かってることはそのまた甘えようとしたね、甘えようとした、今またまた頼むから少しアパート貸してとか、社員料貸してって、お金ちゃん払お金少しだけ社員割引してみたいな、社員じゃないんだけどっていうかね、一瞬言おうと思ったけど、もう言っちゃってるんだけど、でも聞き流していいです、そんな能力もないんだ、でもなんか助けてほしいなってやっぱ思うね。いとこなんだからっていうね、でもいとこだけど、たったにこれで人生で一回しかまだ君とは会ってないし、うん、たった人生で一回しか会ってない君にそんなこと言うととってもね、その会社を起こした君とは一回しか人生で会ってないもんね、うん、君とはね、ごめんね、もし検索して俺の顔見たら俺だよ、俺、あの小さい時のデブッチョしてたデブッチョだった俺。あともう一人いとこ、この失礼な口の聞き方はその特定できないようにそのねしてますので、あの許してください、生意気な口聞いてますけど、君って会えています。いやびっくりしました、葬式の時はありがとうございました、母の時は、うん、甘えてそういうことが考え方を僕はまた持ちました。そのお手伝いさんに30万払ってるって聞いて俺はびっくりしました、わあ俺が働きたいなと思いましたけど、実際はそう簡単じゃないっていうのは分かります。料理とか作ったりしないといけないの、料理のスキルもいるし、まあ、頑張るんですけどね、もちろん頑張るんですけど、でもそれだったらほらいとこ同士だってことで、それはね使いづらいですよね、命令口調で言うの、それは無理じゃないし、すみません。
甘えてます。でも甘えません。甘えたいけど甘えません。なぜかって厳しい言葉を言われたくないから。やっぱね、負担になるの嫌だし。いや本当は甘いに甘えたいんですけどね。本当に今困ってるから助けてくださいって言いたいんですけどね。それはもう仕方ないです。自己責任ですもんね。それはもうそうですよ。力になれないものに給与も払わないのに社員用に入れてくれとか貸してくださいとか半額でどうにかならないですかとか思いっきり今心の声を漏らしてますけど、あとなんかこねないですか、病院関係でとか、なんかポコンポコンと俺入れないですかとか、そういう心の声を垂れ流してますけど絶対直接言いません。こうしてこれは無視してください。やっぱ出ちゃうんですよ心の声は。はぁ、しょ、よし、これで一つの動画できなかったな。これは別に作ろうと思ってここまで作ったわけじゃないんだけどね、流れでなくなった。とにかくごめんね、ごめんなさいね皆さん、その俺の血筋の皆さん血筋の皆さん、あの本当悪いけど天草組の俺はなんかよくわからんけど、うちの先祖の人たちはなんかみんなすごいらしいんですけど、私のここ今のこの私のいる私のこのここ私は落ちこぼれちゃいました。うん、言い方悪いけど落ちこぼれっていう方は母に失礼だな。いや母は頑張りましたよ。で俺も頑張ったつもりですけど、まあうちの家はうちの家の俺は世間でいう落ちこぼれです。うん、だからお前何やってんのって話だと思うんですけどね。家計の中の恥さらしなのか知らないけど、その多分恥さらしの部類に入ってるからおばさん怒ってるんだと思うけど、それ言われてもねおばさんにも言いたいことあるんだよ。あれもそんなみんな頑張ってたんだよ。俺父も母ちゃんも頑張ってたんですよ。私も確かに頑張ってたか頑張ってないかも自分もよく分かんないけどね。うん、なんか落ちこぼれっぽいんです、うちは俺は。だからそんな人に愛の手をとか本当になしつこく心の声を垂れ流してるんだけど、まあそれが届かないっていうのはなんか知らないけど途中から小じきみたいなことしてんな俺。いや小じきが悪いわけじゃないよ、小じきも必要だと思ってるから。ああきついのに助けてくださいって言わないのはダメだからね。自殺すぐやったらそれはもうね頼らないとね。だからお金、日本の法律は小じきってほらいけないみたいだけど、なあ、いい、そんな。だって、助けてやりたい人がいて、助けてもらいたい人がいる。何が問題なんだよって話だ。うん。だからね、そう思うよ。私はね。助けたい人がいて、助けてもらいたい人がいる。その中で、契約成立してんじゃん。これでご飯食べてくださいって、500円とか100円とか入れてもらって、ありがとうございます。これでいいじゃん。ありがとうございますとか、ちゃんと関係が成り立ってんだから、お金をあげて、ありがとう。それ、何が悪いんだって。まあ治安悪化するとかいろんな理由があるんだけどね、税金が納めないとか、まあ、そういう問題抜きにして実際は小じきする人がそんなにお金稼ぐわけないんだから、まあ街中に普通に座っててからそんなお金くださいって言って、はいどうですかって10万20万くらいたまるわけないんだから月に。こんな甘いような国じゃないんだからこの国はね。えそこらに座っててお金くださいって言ってくれるかって、くれないもんねえ。だからまあ一日座ってて一回分のご飯食えればそれはすごいことだよね。そのくらいはくれる、あ、たまると思うけど、それじゃ暮らしていけないからね。でもそういうことをしたとしても警察が取り締まるっていうのはちょっときついと思うし、やりすぎだと思う。だってもう一回言うけど、人間が最終的に国っていうもので生きていく中にもうなるのは犯罪者か、刑務所か、最後はあの生活保護がなかった場合ね、犯罪か、刑務所かホームレス。なぜホームレスかというと、ちょっと優しすぎてちょっと悪知恵が働かないからね。で悪知恵が働いて頭がちょっと回る人は犯罪者になります。うん、だから生活保護は大切なんですよ。年金も大切だけどね、あっちを立てればこちらが立たず、あちらを立てればこちらが立たず、東北のもんでもなし。いつものように親密で話はバンバン飛びますけど、
ほんと興味も、まあ、テレビでもほんとまた綺麗事東北の話は出現だよねとかまた言ってたけどね、今日ワイドナショーで松本人志さんとかが。確かにねと思うけどね、でもな、大臣変えたとしてもな、ふーと思うんだけどね。いや、それは東北の人はすいません、今の言葉で申すんですよ、それは分かってます、分かってます、東北の人たちはさ自分たちの痛みなんですから、それはもうそれは頭にきます、当然です。ただ TV の人の、あ、テレビでみんな言う人の発言がどれだけ薄っぺらくて気持ち悪いかっていうのはいつも思うんですよ。もうテレビの話でごめんね。あともう一つ、ついでにテレビの話していい？あのね、キングコングで、絵を、キングコングってグループで、ほら、お笑い芸人の中で、多分吉本興業、興業と思うけど、その、絵が上手い人で、ほら、絵本描く人いるじゃん。なんか、プロデューサーからやら、バカにされたってことで、ついにネットの民が、みんな、ネットの民がね、みんな賛同したっていうのがあるのよ。ああ、それは当然だよ。帰って、あれ、収録中にね、その、キングコングの、なんか、絵の上手い人の方が、ほくろのない方ね、ほくろがない方、ほくろがなくて、小さくない方。キングコングっていう芸人さんで、二人組のね、ほくろがなくて、ちょっとでかくて、絵がうまい方。絵がうまい方ね。絵本で有名な人。がなんか収録中に帰ったと。頭に来て。あまりにも失礼だからと。プロデューサーが。あれも思うんだけどね、裏わかんないんだよね。なんもわかんないんだよ。本当にそういう失礼なことを言ったのかとかわかんないんだよ。だってね。吉本興業に立てつくわけにもテレビ局行かないだろうし、一方はブログとかでバンバン言えて、片方は言えないでしょ。社員だから。プロデューサーっていうの。一応社員なんでしょ？よくわかんないけど。じゃあ、言えないよね。反撃できないよね。あれ一方的すぎると思うな。それに対して確かに一方的に書かれてることは、ああ、それは怒って当たり前だよね。帰って当たり前だよねってことが書いてあります。それはネットのためにもみんな賛同すると思います。もう賛成すると思います。俺ああ、そんなこと言われたらそれ帰って当たり前だろうねって。ちゅうか、普通に、俺、お前と二度と仕事しないって言うし、普通に帰った後にもバンバンもう書きまくるし、俺もね。で、普通に、圧力かけられたら圧力かけるから。うん、そいつに、いや、あいつ嫌なやつだからって。でもこれもバランス悪いんだよね。だって片方言えて片方言えないんだから。で、芸能界って売り方がいっぱいあるからね、そういうことも値段にできるからね、何でも信用できないんだよ。で、彼が言ってそういうなんか利益があるのと、あるんだよ、いっぱい。俺たちが考えてないだけで、あいつら作家とかいろんなもんで頭回るんだよ。みんなテレビで集まってるやつだって、テレビ局にいる人たちって、とにかく吉本興業にいる人たちって全員が頭いいんだよ。とにかくテレビに関わってる人全員頭いいからね。話全部考えて作られてるから。だから俺がほら、気持ち悪いって言ってるのは分かってて、お前らそんなこと言ってんだろって言うのが、それとそこ。お前ら頭いいって分かって、頭いいから分かってて、そうやって世間になんかひよってね、ひよってっていうのは、なびいて、このひよってって、太陽によるって意味なんだけど、ひよって。そういう世間っていうものに、こう、視聴率とかいろんな世間の大衆様にね、媚び売って視聴率を売らないといけないからね、そういうことしてるよねと言いたいわけ。太陽がそっちの方に顔を向けるっていうのがだからひよるって言うんだけどね、ひよってだけじゃんって。太陽がある方には花とか向くじゃん、そうやって成長が早くなるじゃん、そっちの方が成長早くなるからね。だからほら、人間だってひよるんだよ。よらば大樹の影じゃないけどね、ほら力持ってる人の近くにそばにいると、ほらそいつのエネルギーを吸収して自分も大きくなるわけよ。どんどん自分も成長できるわけよ。でも貧乏なやつと一緒にいると貧乏なままでしょ。だから、なるべく発言とかはほら、力強いものの方に寄ってった発言していく。そうで、そうで、この人の言う通りでって言った方が、処世術としてはいいよね。うん。だって、権力者に逆らってテレビ局で生き残るって、あのスマップの顔見て分かるでしょ？あのスマップが死んだ魚のような名詞で、あんだけ並んで、木村くんのおかげで、どうたらこうたらって言ったんだよ。もう、つうことはもう分裂してるとも分かってるし、木村拓哉さんが何か言ってくれたってことになってるし、とにかくもう死んだ魚のような顔して、みんなもうなんか正気抜かれたような顔してしちゃったじゃん。あれが現実なんだよ。スマップですら。力があると思われてる、あの人たちですら。
テレビの世界ではニッチもサッチもいかなかったってことでしょ。つまり芸能界に飛び込んだ以上はもはや上下関係は絶対、何かあれば干される。だって人気、次から次に人気者出てくるんだもん。お前がいなくても困らないんだよっていう世界なんだもん。次から次に飛び込んでくるんだもん、みんな芸能界に。ああそらそうさって話だよ。よっぽどの一枚上り詰めてもビートたけしさんでも赤ちゃんさまさんでもしげらみがあってね、恩義がある人、もう助けてもらったっていう人たちには頭は絶対上がんないはずだよ。だから自分が所属したり過去に助けてもらった人たちの力を持ってる大御所たちの会社にはそう簡単に何か言えるとは思えないな。ねえ、助けてもらったら師匠とか先輩とかいるはずだからね、言えないと思うな。言ったらえらいことになると思うな、例えビートたけしさんでもっていう世界なのだからね。うん、という世界だからね。うん、何が言いたかったのかというと、スマップの顔を見たらわかるでしょってこと。怖い世界だよと。うん、結論がなくて終わるところ、終わるところを見失った、今日も終わるところを見失った話でした。まとめるとこれ何なのかな、タイトルは。あ、俺は確かにね、楽な方に進もうとしてるけど、その楽な方ですら厳しいよってことで、あと、楽じゃない方は、もうそこまでの努力をしても、コスト的に2冊の例えでするけど、2冊の例えでごめんね、2冊の1万円札を作ろうと考えて、2冊の1枚作るのにコストがね、1枚あたりのコストが大将ボス1万円のほんと完璧に近い2冊ができました、おお、いくらでできた1冊、いくら足りたって、はい1万5000円の1個作れました、1枚作れましたって、おお、そうか、完璧な2冊に近いものが1万5000円できたか。こよだからね、ボコボコだからね。バカか、お前って。1万5千円って1万円作るたびにてめえ、5千円損してんじゃねえか、これもって、お前。ね、そういうような努力っていうのがあるのよ、世の中には。世の中にはそういう努力があるのよ。頑張って、頑張って、頑張っても、努力の仕方で、ほんと死ぬほど頑張っても、リターンがなんかないっていうね、世の中あるのよ、そういうの。そういうわけで、俺、そういうの、そういうふうに判断しました。道路交通警備員とか、さんとか、放射性物質がある福島での作業員とか、看護師を目指すとか、公務員が、もし年齢が撤廃今してんのかされてたのかわかんないけど、公務員を目指すとか、年齢は25歳って決まってんと思うけどね、とか、医者になるとか、うん。すべて、リターンがはるかに努力を上回ると、思いましたので、もはやもうわけわかんないので、もう我が道、好きな道突き進みますっていう話をしました。だから逃げてるかと言われたら、逃げてますね、多分。でも逃げてるけど、もう迷走してるから、もう突っ走るしかねえんです、という。うん。交通誘導警備員の仕事はそんなにおかしいのかとか思わないでください。おかしくないですよ。顔に日焼け止め塗ってもいいんですよ。ただ、うん。あれはきつい地獄です。紫ですからね、みんな。紫ですよ、顔。皮膚がんですよ。いや、失礼なこととか思わないください。正直に話してるんです。皮膚がんなんかならねえよとか言っても、俺や、その、紫外線のこととか、病気とか、自分が病気にとかなったので、ちょっと、やたらと知識が。100% なると言いませんけど、なりますよ。かなりの確率で。うん、勉強もそう。0.02 の目にこれ以上酷使を与えたくないと。勉強しなきゃまだいけないんだけど、そこまで何年もかかって勉強して看護師とか医者とか目指されないと。あと、お金稼がないといけないと。結局は自爆みたいなもんだから。バイトしながら、看護師とか目指しながら、医者目指すとか、もはや、苦痛でしかない。逃げてますよ。
もうどうやってそんな生活していき、まあ、今大体働くだけに費やしても生活できるか分かんないというギリギリなるラインにいるのに、学校の金払って大学の学費稼ぐためにはそれはもうめちゃくちゃ首席ぐらいの職業で優秀じゃないと無茶です。まさに偽札作ります、はいボスって、おお作れって、作りました、おお1個いくらだ、1万いくらですって、1万5000円です、ああほか死ねえって、そういう話だ、はい、終わろうか。長かったね、今日は。すごいよ。今日は新記録だよ。今の時点で1時間25分27秒話してるから。さ、日光浴してこよう。日光浴程度だったら本当にいいんだけど、本当にね、悪いんだけど、一日中あの光を浴びてるってのはまずいと思います。紫色ですもん。紫ですよ、人間の顔が。黒じゃなくて紫ですよ。ぜー、無理無理。俺、この顔はもう、耐えられないもん、紫外線に。だって、治らないうちに次の日も出勤、次の日も出勤、次の日も出勤。癌にならないわけがない。水ぶくれだとなってるもん、皆さん。顔に UV スプレーしないでも理由があるんでしょ、きっと。最初は多分してたと思いますよ、みんな。多分、できない理由があるんでしょ。例えば、もうもはやめちゃくちゃ汗かくとかね。暑いとか、もう動画もでき、どうにもできないとか。なんか理由があってしないんでしょ。俺がもし社長だったら、俺もう日傘 OK にするけどね。で、決まりが国が、そういう決まりがあって、警備員の法律で決まりがあってできないってなってたら、俺その文句言おう。国に、いや、バカじゃねえのって死ぬぞって。日傘ダメなのって。日傘があるといいのよ。こうしてるとね、日傘があるといいんだけど、多分クレームできるんでしょう。あいつなんで日傘差してんだよとかね、うん、でも日傘だけでも照り返しがあるから結局日焼けするんだよ、下から来るからバンバン。でもね、でっかい日傘の下でパラレルじゃないや、なんだよ、わかんないけど、海で使うようなでっかいやつで、しかも、対紫外線用ね、対太陽光用のやつ、でっかいやつをポンって一箇所どこ、男でも置けるようにして、そこでこう誘導するっていうのは絶対いいと思うよ。負担がかなり減るもん。多少の下り返しも確かにあるけど、もう直射クラウドとはもう何分の1に減らせるから、皮膚がんになる可能性も極端に減るからね、ポンって、多分。で、日焼け止め、もう塗ると。そしたら多分本当なんもう半分以下どころの詐欺なのにぐらい減るからね、きっと。うん、だから絶対そこら辺必要だと思いますよ。本当夏のあの警備員の皆さん大変すぎて、どうにもこうにもあったみたいな、もん日傘なし麦わら帽子ダメってなってたんだなって。麦わら帽子がダメなのかもしれないよ。でもヘルメットは多分必要だから絶対跳ねられることがあるのよ、警備員さんって。うっかりね、あの運転手さんがうっかりするとほんと運転手さんうっかりするからね、よく運転手さんがだよ、運転手さんがひっくりうっかりするから、まあ、それは警備員さんもたまにうっかりするけど、よく羽あるからヘルメットはまあ被る、絶対かぶるとして、麦わら帽子はちょっとまずいかってことで、やっぱこうでっかいやつ、海でよく使ってるやつの対紫外線用のやつのちゃんと防御してくれるやつのを会社でちゃんと作って、そこに一個一個設置して、そこの下で交通誘導、警備員さんねした方がいいんじゃないかなと思う。できたらば最低限麦わら帽子をヘルメットの上につけてもいいんじゃないかと。でっかい麦わら帽子をね、いいのではないかと。そうじゃないと健康問題で多分ね、うん、本当に健康だ悪いと思う。福島はもうごめんなさい、論外です。もうピンハネピンハネで第一したうち、第二したわけ、第三したわけ、第四したわけ、第五したわけ、第六第七ぐらいはあったことない気がする。テレビでやった時第六やったかな。とにかく、そんだけ引いても最後もらう給料がね、最後でも20何数万あるんだから、もしそのもっと上だったら一体何十万もらってるか分かったもんじゃないわけよ。だから、もう、確かに命かけるほどのものかもしれないね。仕事がない場合は。その分、ちゃんと決まられた放射線被曝量を守って、そこだけ短期間で稼いで短期間で逃げる。そしたらね、軽く多分数百万は貯まると思うね。でも、俺嫌だけどね。何でも嫌だ嫌だって言ったらさ、金貯まらないんだよ。金貯められないんで分かってんだよ。
でもね、死んだら元も子もねえんだよ、あんな病気になったら、白血病とかなったら、なっちゃうから、本当に舐めて放射能って舐めちゃう、放射能ってその放射性物質って、まあ、説明なんかめんどくさくていいか、とにかく体貫通していくから、パパパってレントゲンあるでしょ、あれ体貫通して密度が高い、あもう密度とかめんどくさいか、とにかくああいう風に体を貫通するものがあるからレントゲンっていうのがあるわけよ、それをね常に日頃から体に受けるわけよ、毎日ね、それで病気にならないかと、なるに決まってんじゃん、うん、だからその一番下まで天草に来てる求人は本当に足元見てるわけよ、田舎だから二十何万手当付きで二十何万だよ、だから一番下の方のランクが天草ってところに来てんだよ、だから足元見てんだよ、過疎地だからって、だからこんだけ払えば来るだろうって、足元見てんだよ、誰が行くかそんなとこに、そんな派遣会社にちゅう話、悪いね、いつも逃げさせてもらってごめん、逃げる俺、いや断る、そんなきついところが変わったら、本来だったら50万60万もらってるところにピンハネされたおかげでたった20万しかもらず命かけるなんか、ああ無理、断る、いや俺そういう人間、ごめんね、逃げる、バカらしいでしょ、癌になっても短期間でお金もらっても、しかも短期間にお金もらってるって言ったら20万だよ1ヶ月、ざけんなよって、第8話でもしかしたらあるかもしれないよ、下1,2,3,4,5,6,7,8であって、そこでみんなピン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 って満タンのお金が引かれていくんだよ、アホじゃねえのって思うよアホじゃねえのって、だからもしちゃんとくれたら多分相当な財産になると思うんだけどね、ほんとアホじゃねえのってこと思うよ、口八丁手八丁で嘘ついたり、悪い人がたくさん入ってきたんだよ、お金が回るから、お金が入ってるからたくさん悪い人が言ってんだよ、悪い人がいい人たちをね、ほんといい人たちを、悪い人がいい人たちをそういう風に使ってんだよ、足元見てね、やってらんね、あと交通誘導の話もう一回戻るけど、ほんと少し考えた方がいいと思う、麦わら帽子ぐらい改造してでっかい麦わら帽子とかべっかい軽いやつ作ってもいいじゃん、ヘルメットでバンって被せて、それだって本当に健康に絶対いいはずだよ、でなんだ福島ほんとにピンハネしすぎ、もうあと関係ない、俺行かないから絶対行かない、どんなことがあっても行かない行かない、失礼だけど行かない、だって原子力発電所吹き飛んでるのもあそこああそんだけだったっけ、他なんか、うん、いろんな失言とか俺もあったけど悪気がないです、全然悪気がないです、悪意もないです、だけど無意識の悪意で傷つけてることがあります、ごめんなさい、ですが本当に無意識で傷つけるってことあると思います、確かに本当にね、あると思います、でも東北のあの大臣さんと一緒に、いった大臣さんと同じように俺もと思います、あれはやりすぎなんじゃないかなって、でもそれはもうや決まったことですしね、政治が決まって、政府が決めたこと、政治が決めることですしね、あと、うん、テレビもみんなそう動いてますからね、私は知りません、大臣のことなんか知らん、よし新記録だ、1時間33分21秒で25秒で終わります、じゃあね。